そう、はい、はい、どうも僕たち二人で七味ブラザーズでーす。何、どうしたの、何、どうしたんだよ。始まってすぐ、なんで泣いてんの。撮影開始前の雑談すら許されないの。何がだよ、そんなことないだろ。ちょっと撮り始める前にペイントさんってヘッドホンですかって聞いて、ヘッドホンじゃないよって、なんかペイントさんのパソコンの音ちょっと聞こえるんですけどって言ったら、それが何って言って、はぁ、あ、俺そんなこと言ってないけど。だからなんかそうやってないの、前回そうやってさ、なんかさ、僕に変ななんか冷たいイメージつけんのやめてくんない。本当やめてくんない？ちょっとそういうなんか俺のイメージダウンやめて。いや本当僕悪いやつだな。本当悪いやつだから。本当悪いやつだな。本当悪いやつだよ。今日もやっていきましょう。次回で終わりですか？なんでそんなこと言うの？悲しいこと言うな。そうですね。はい、続きましょうね。続きをね。はい。はい、で今回は何をするかと。洞窟探索すると前回のパートで言ったので、はい、洞窟探索をしたいと思います。うん、かつ今日はもう一つ大きなありましたね、目的があります。それは一体何か。北海道旅行の予定決めです。実況中に、いやいや、もうでもちゃんと、なんでこれ七味クラフトと北海道旅行は結構こう紐づいてるというか、うん、あの七味クラフトで行きたいって言ったけど、この北海道に僕らがね行って面白そうな建物とかものを見つけたら、それをねこのワールドで作ろうと。あ、そういうことだったんだ。そういう、そう、そのための北海道旅行だから。そう、海鮮食いてえじゃない。なんで今までのパートは、え、あ、海鮮食べたいみたいな話してませんでした。そう言ってない、そんなこと。海鮮食べるときマスク外すみたいな。ひどくない。え、もうほんと勘違いも花田話もやめてください。はい、僕らは生粋のマイン、生粋のマインクラフターですから、はいはい、もういつ何時どれ作ろうかなって目を見張りながら北海道旅行するって。あ、じゃあ一眼レフ持ってきます。そう、ちょ、ちゃんとカメラ持ってね、写真撮って、うん、はい、ビデオも撮影して、うん、こう撮影したのを七味クラフトで流すから。七味クラフトかっこの動画。七味クラフトかっこ実写あるからね。自由すぎて怖いんだけど。そういう動画だから、よっしゃ、今日もやろう、やっていこう。はい、了解です。で、まあ洞窟行こうじゃ、洞窟ね、うん、洞窟とかも決めて、てか見つけてないんですよね。もうそうだね、それはもうなんかでも近くにあるでしょ。まあ探せばね。てか食料、あ、食料俺さっきかまどに入れたな。ん、オッケー、羊肉。え、いいな。え、もう何もないの。あ、ゾンビ肉あるんで大丈夫ですよ。大丈夫、常にあの石を話し続けます。一応ゾンビ肉、え、ゾンビ肉、待って、いくつあんのこれ。24個今チェストで、チェストの中に24個、今30個持ってます。どんだけ夜をね、で、そう、乗り越えてきたってわけですよ。家を建てるのが遅すぎたっていう結果ですね。よっしゃ、探そう。じゃあ、はい、どこにあるかな。うん、まあ、意外と近くにあるよそういうのって。あ、またゾンビ肉落ちた、今しのやくん拾った。あ、ほんとだ、増えてる、1個、まあ、そういうなんか探す、ゾンビ肉食べてる。探してるものってね、結構意外と近くに、はい、あ、見つかるんですよ。うん、あ、待って待って、木持ってきて、木あります、あります、ある？オッケーオッケー、はい、あ、途中でかまど、30個で大丈夫ですか。うん、途中でかまどとかさ、作りたいなって思った時に。あ、ちょ、おー、ナイス、でオッケー、おー、トイ、はい、ナイス、ナイス。なんか山とかに隣接してそうな洞窟って。あ、隣接っておかしいか、豚がたくさんいるな。でもこれ殺すのまずいか、こんなに。どうでしょう、ね、こんな近くにか、今後何、あ、そっかそっか、減らしすぎちゃうと。そう、増やすために、増やすために、増やし方すら覚えてないですけど。分かんない、俺も覚えてない。多分あのそこら辺の種を植えて。あ、小麦じゃなかったっけ、種か。あ、そっか、た、ん、小麦、小麦作るに種じゃなかったか。いや、もう分かんない、覚えてない。分かんない。あ、でも種でなんか追いかけてくるよね。あ、そっか、種にも追いかけてくるのか。うん。わ、あと、あれだ、俺、気をつけないといけない。なんかさ、はい、この前のパートからさ、はい、画面揺れてませんってさ、え、
コメントがあって、画面が揺れる、うん、俺貧乏ゆすりしてさそれが腕に連動してさマウスがブレてんだよねそれ僕もそうなんだよ僕もマイクラ動画揺れてるんだよね一緒が貧乏ゆすりして揺れすぎてさ画面揺れてませんって言われてそうだと思ってさ俺のせいだみたいな俺のせいだごめんってコメントで言っといたいやでも今回はもうちゃんと気をつけますからあ貧乏ゆすり気をつけてもね癖でなっちゃうからね大丈夫大丈夫もう連動しないようにしますから意識しながら意識しながらしますよ、はい、でまあもう早速なんだけどもう洞窟探索してるからはいあまずそう北海道旅行をするに、うん、あ終わったちょっと待って洞窟終わったわあれ鉄だけ取っていこう鉄だけまあねその北海道旅行なんだけど、うん、まずどれぐらいの期間行くかっていうどれぐらいの期間ですか行きたいところの数によってはねあんまり長くいてもってのもありますよね僕はもう何泊でもいいんだけどもうんまず君たちが最大どれぐらいの休みを取れるかだよね時期によって全然変わってきますけど、うん、一応その前動画でも話しましたけどマインクラフトでいろいろ手伝ってくれてるトラゾーも一緒に来るし、はいうんうん、もう一応クルナーさんにも声かけてみるけど、はいまあ、クルナーさんに関しては、うん、あんま期待しない方がいいもっと仕事が忙しくてそうですねなかなか長い休みを簡単には取れないので、うん、ですねはい後日クルナーさんに、一緒に北海道行きませんかって、連絡してみたところ OK だったので、僕、死神くん、クロノアさん、トラゾーこの4人で北海道に行きたいと思いますちゃんとね、目を見張りながら、はい、撮影して写真を撮って、うん、この七味クラフトに、はい、役立てるといや、この、ま、七味村にね今決まったんだ今決まりました話し合おうぜ今決まりました七味村にはい、社長あ、七味町ね七味町七味町七味町で七味町ねどういつか七味町でしょ七面町みたいな七味町にしよう七味町そこに、はい、まあ、いろんなものを北海道で得たねいろんなものを作っていこうという、うんうんうん、立てていこうというまあでもまあ遊ぶことは遊びはちゃんとね遊びもね何したいですかでもさ雪とかあるんですかいや俺はもうただ食いたいね食いたいあ海鮮食いたいね海鮮丼もいいと思いますグルメもねうん、うん、なんか店自体を美味しかった店を作ればいいよもう名指しでこの店がうまかった実在なのそうみんな行ってくださいみんな美味しいから行ってみるといいですよスポンサー契約とかないのにないのそうそう、おすすめしていくあなるほどね待ってこれはもうないか洞窟ないですねここはうちの目っぽい探そう格好もな寒さの加減がわからないんですよね3月の北海道ってどれくらい寒いんだろうねコートじゃ済まないかなやっぱそんなにえコートとかじゃダメなの俺だって青森行ったんだけど、はい、この前、はい、1月ねはい俺2枚だからね着てたの嘘でしょほんとほんと T シャツに上に上着着て、はい、ずっと撮影してたよマジでマジこれガチそれ寒いと思わなかったんですか寒いって感じましたまあ寒いっては感じるけど、うんあ無理ってとは感じなかった、まあ僕は肉が厚いので、うん、人よりね、うん、あれだけどでも多分どうなの北海道舐めちゃダメなんじゃないかな海をね隔ててこうあ次のステージへみたいなじゃあもうちょっと3枚ぐらい着た方がいいんかなそういうレベルじゃない多分インナーでシャツでパーカーに上着にコートぐらいじゃない嘘だろそんなにそんぐらいじゃないと僕死ぬ気がするな怖っ2月がピークのイメージなんですよねなんとなくああ、うん、まあ3月からだんだん暖かくなっていくんじゃないかなという、うん、なんか雪祭りが2月ああはいはいはいでそっからこう温まっていって3月雪あんのかないやさすがに
ないかな。東京だったら絶対ないから。いやマジ北海道一回も行ったことないからさ。そうそうそう、未知なんだよね。想像がつかなすぎる、うん、どっちかが知ってたらね予定立てやすいんですけど。行くなら札幌ですかね。あーそこもか。そこもですね。でも飛行機で行くんでしょ多分。だって多分到着地点が札幌。飛行機嫌だね俺ほんと。まあいやし、いや、いいじゃん。え、乗ったことないわけじゃない。いやだって青森行ってんだから。そうそうですよね。青森にまで飛行機で行きましたよそりゃ、うん、じゃあ飛行機で行くしかない。飛行機で行きましょうか。12歳以上が2名と2歳未満が1名かな。え、それ新神くんのこと。いや、ペイントさんでしょ。何が、はぁ、お前精神年齢でしょ。お前、2歳俺が精神年齢2歳って、いや、小学生くらいだったら分かるけどさ。お前、俺が2歳ってもう言葉がまず、あれだろ。そっかそっか。それはちょっとさすがに無理がある。うん、いや、びっくりした。いやいやいや、何、痛い。え、何やってんの。殴られてる。カクさん、よいしょ。じゃあ安全ルーム作ろう。安全ルーム埋まるんだ新神くん。待って、じゃあ、はい、じゃあ新神くんちょっと今から作ります。ちょっと待ってね。はい、新神くんドア作っておいてください。あ、ドアですか。ドア、了解です。クラフティングテーブル、ドアプリーズ。はい、いらな、こんな。いや、3つもできるんだもん、1回で。じゃあここは調べルームね。はい、ここに狭くない。ここ韓国じゃん。いやだってでも調べるだけだろ。調べルームだよ。マジっすか。調べてね、そこで。プリズン北海道。プリズン北海道。そう、なんかプリ北海道が悪いイメージつくだろ、そんなの。プリズン北海道って。そっかそっか。え、検索する。エコノミーで調べちゃっていいですか。え、なんか座席クラスどれがいいとかあります。え、な、座席クラス。いや俺わかんないよマジ。僕もわかんないけど、エコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、ファーストがあります。どれがいいのかはわからない。プレミアムエコノミーってなんかすごそうじゃない。なんか良さそうだけど、でもエコノミーってあんまりいい印象の言葉じゃなくないですか。どう思うの。え、なんかさ、エコニコニコ会員でエコノミーとか言わないですか。あー、プレミアム会員がいいよねやっぱりね。あ、でもプレミアムだからいいのかな。え、どうなんだろう。え、他はもう一回言って最初から。エコノミー、エコノミー、プレミアムエコノミー、プレミアムエコノミー、ビジネス、ビジネス、ファースト、ファースト、ファーストクラス、ファーストクラス。ファーストクラスでいくらなの。ちょ、それいくらなのか知りたい。調べますか。知りたい知りたい。調べて、もうやばいでしょそんな。何、結構時間かかってますね。うえ、ええ、え、え、おえ、何何何何。東京から札幌まで直行便で、うん、成人一人当たりの価格、うん、97,000円。わ、え、待って、それ片道。片道9万。は?3人合計で片道30万円。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録していってください。画面のチャンネル登録ボタンをクリックするか、スマホの方は下のチャンネル登録ボタンをタップしてください。よろしくお願いします。それじゃあみんな、また次の動画で会おう。じゃあな!